はい、皆さんこんにちは、吉田成正です。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、ワードプレス、いろいろ見ていただいてね、ありがとうございます。はい、ですね、週刊少年チャンピオン、バキしか見てませんけどね、皆さん見てらっしゃいますでしょうか。ピクルの時にですね、もうピクルが恐竜と戦ってんだと、まあ、これすげえなと、そういうやつが現代に来たんだから相当強いよってことでですね、それなりの戦い見せてくれたわけですけども、今回宮本武蔵ですよね。宮本武蔵がの再生されたというね、これはですね、もちろんね、戦国の時代でですね、死ぬか生きるかの時代戦ってきた剣豪宮本武蔵ってことで失礼しました、強いってのは分かるんですけど、もうピクルの方がすごいだろうと、恐竜の時代でね、どうかなと思ったんですけど、やっぱね、見せ方がうまいね、板垣先生ね。ああ、やっぱ見ちゃうんですよね、結局ね。素晴らしいと思います。今後ね、次週も楽しみですけどもね。はい。で、今日はですね、また友達秀人、教授のですね、ちょっとお話なんですけれども、今回、コンフォートゾーンというちょっと考え方ですよね。コンフォートゾーン、これ何かというと、自分のですね、居心地がいいゾーンというんですかね、はい、自分が、そうですね、居心地がいいゾーンというのがすごくね、分かりやすいです。例えばですね、こちらのタイトルにある年収400万、この年収400万の人っていうのは、自分のですね、400万っていうですね、世界が実は居心地いいんですよ。そんなことない、1000万2000万の方がいいだろうと思うじゃないですか。でも考えてみてください、1000万2000万稼ぐっていうことはですね、それなりの会社、それなりの企業、それなりの仕事が要求されるわけですよ。会社からね、それだけ報酬を払うってことですから。そうするとどうなりますか。もちろんですね、働く量ってのも増えると思います。もちろん要領よくですね、効率よくやる人っていうのもいるかもしれませんし、営業マンでもですね、ものすごい上手な営業マンというのはですね、トップクラスの営業マン、これは必ずしもですね、時間をかけているとは限らない。そういうことはもちろんあります。でもですね、その分ですね、その人のセンスとか技術とか仕事のやり方っていうのを求められているわけですよね。その結果、1000万になりました、1500万になりましたっていう形ですから、今400万の方がですね、その1000万のサラリーマンの人のですね、もう仕事ぶりってできるかって言ったら、なかなかできない。そうすると結果的に今400万なんですけど、いっかなみたいな感じでですね、居心地がいいところにね、戻ってくるわけですよね、結果的にね。はい。で、これをね、ホメオスタシスとか、スタシスっていうんですけどね、そのホメオスタシスに関してまたいずれ話しますけど、今日はコンフォートゾーンですね。その居心地のいいですね、セルフイメージとも言います、コンフォートゾーン、カンファタブルなですね、ゾーンなんですけど、こちらの方に、いる人がですね、じゃあ1億円プレイヤーになろうというとき、どうしたらいいかと、これいろいろ、失礼しました、方法があるんですが、いろいろあるんですね。ただ僕一ついいのかなと思うのは、やっぱりですね、1億円プレイヤーの人と会うというのがいいと思うんですね。1億円プレイヤーの人に、例えば1対1は無理かもしれませんけど、僕は1対1っていうのはね、何回かありましたけどね、過去ね、やっぱオーラがすごいみたいな感じですけどね、それいいんですけども、1対1で会えないというのはほとんどの人だと思うんですけど、それ1対100とかですね、自分が100分100なんですけどね、で会うということでもね、できると思うんですよね。そういった、セミナーに行ったりとかですね、そういった形で会いに行くのもいいかもしれません。そういう形で、1億円プレイヤーにですね、その触れてみるっていうのがですね、すごく大事だと思うんですね。そうしますとどうなるかというとですね、速攻にですね、引き込まれていくっていうかね、影響を受けるわけですね。これ例えばですね、わかんないですけど、例えばサッカーでですね、J リーグの選手目指すんだって言ったらですね、私ども静岡でしたら、清水エスパルスとかですね、ジュビロ磐田とか、例えば清水に行ってですね、それなりの高校に行ってですね、有名な高校で、そしてサッカーを学ぶ。そうすると、普通に一般的にですね、私どものですね、県立高校みたいなですね、サッカー部あったかなみたいなところでですね、サッカーやるよりは断然ですね、影響を受けて、俺たちはサッカーでプロになれるよねっていう、そういうコンフォートゾーンができるんですよね。ですんで、そういった、自分が目指したい世界の人に触れるっていうのがですね、非常にですね、いろんな意味で大事になってくると思います。はい、ということでちょっと時間が来てしまいましたので、今日はこれまでとしたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。